皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。ギターが上手くなりたきゃ、これ弾けみたいな、そんな感じのノリで、今回はエクストリームというバンドのシニカルという曲を皆様と一緒に練習していこうかなと思います。まあなんかこのオルタネイトピッキングとかね、ブリッジミュートのコントロールがすごいシビアだったりとかして、まあ平たく言うと、そんなに難しい曲じゃないんだけども、ちゃんとかっこよく弾こうと思うとめちゃくちゃ難しいみたいな、なんかそんな感じの曲なんですよ。なんでこの曲をね、皆さんが習得して、なんかかっこよくね、これバッと弾けるようになるとですね、かなりこのブリッジミュート力とかね、そのピッキング力とかですね、かなり鍛わると思いますので、ぜひやっていただけたら嬉しく思います。今までエクストリームというバンド知らなかったとかね、シニカル、知らないみたいな感じの方もですね、まあ単純にすごいかっこいい曲なんで、一緒にチャレンジしていただけたら嬉しく思います。とりあえず弾いてみます。4小節のリフのフレーズを弾いていきます。いきます。ワン、ツー、スリー。これの繰り返し。まあこんな感じのフレーズでございます。よかったら概要欄の方にそのお手本ってわけじゃございませんけどね、ちょっと一通り弾いてる動画も載せておりますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。まあこんな感じの曲を練習します。頑張ろうぜおいえーい。とりあえず、エクストリームというバンドは本当はね、半音下げチューニングのドロップ C シャープで演奏してるんですけれども、ちょっとチューニングするのがさすがにめんどくさすぎるので、レギュラーチューニングでいきましょう。で、レギュラーチューニングだと思うんですけども、レギュラーチューニングから6弦の音を D という音に下げるドロップ D というチューニングでいきます。本来6弦は E、この音ですけれども、この E をガード下げて、下げたら忘れずに弦をちょっと引っ張ってあげて、で真ん中に合わせてあげるというような、チューニングをしてください。ドロップ D でございます。レギュラーチューニングのドロップ D で今回はやっていこうと思います。頑張りましょう。イエス。とりあえず4小節あるフレーズの中の1小節目からいきます。まずですね、人差し指で5弦の3フレットを鳴らしてください。ブン。これドです。ドの音。ド。で、その次、薬指でこの5弦の5フレットをハンマリングします。ドレ。音名で言うとドレです。ドレ。で、その次、6弦の解放をズン。ブリッジミュートで1回ダウンピッキングします。で、その次に、レの音をアップピッキングに弾きます。アップピッキングで。ドレ、ズレ。ドレ。この5弦の5フレット。このレの音は必ずダウンピッキングです。アップピッキングです。ダウン、ダウン、ハマリング、ダウン、アップ。で、その後に6弦の解放をずつ2つ入れます。ずつ。これは必ずダウン、アップでいきましょう。ダウン、アップ。ドレ、ズレ、ズツ。このダウン、アップはもう超大事です。意外とややこしくないですか？で、今、ドレズレズツ、ドレズレズツ、ドレズレズツを弾いてますけども、これを2回丸々繰り返します。できましたでしょうか。ここがまず第一ステップとしましょう。ここがまずね、難しいな、うまくできないなという方はですね、まずここをひたすら繰り返してやってみてくださいませ。このぐらいならまあなんとか7割、8割ぐらいでできるという方は次の方に行きましょう。ドレズレズツ、ドレズレズツ。これが第一ステップです。で、その次、第2ステップとしては、その後のフレーズ5個、フレーズを弾いていくんですけども、ドレズレズツ、ドレズレズツ、2回目のそのドレズレズツに関してはですね、ドレズレズ、ズのズツの2個。後ろの音をドにします。ドレズレズツ、ドレズレズド。ドレズレズド。ドレズレズド。このドの音はアップピッキングで弾きます。2回目のだけですね。最初の1回目はさっきと一緒です。ドレズレズツ、ドレズレズド。で、この後、4個音入ります。6弦の5、3、5、5、3、5。で、5弦の解放をアップで弾きます。ラ、5、3、5、ラ。ダウン、アップ、ダウン、アップ。535だ535だつなげると速くするとこんな感じです。これがまあ第2ステップとしましょう。これが1小節目のフレーズでございます。うまくできましたでしょうか？で、これがうまくできたら2小節目に行きましょう。2小節目はこんな感じです。こうだ。さっきとちょっと似てるようで、だいぶ違う感じですね。順番に行きましょう。まず最初、6弦の3フレットを人差し指で弾きます。で、弾いたら開放にプリング。ドー、そしたらズン。で、5弦の5フレット、ラ、レ。で、ズツ。デロツレズツ。デロツレズツ。で、その次、また人差し指の5フレットから、ドレですね。ドレ、デロ、ツレ、ツツ、ドレ。これが200。デロ、ツレ、ツツ。こんな感じ。デロ、ツレ、ツツ、ドレ。で、その後、3拍目、4拍目いきます。3拍目はですね、まず6弦の開放2つ。ズズ。で、その次中指で6弦の4フレットを弾いて、ズズ。で、薬指でこの5フレットにハンマリング。ズンズン。4、5、4、5、で、4、5、ドン。人差し指でドですね。で、この4、5、ド、4、5、ド、2個繰り返します。4、5、ド、4、5、ド、ズズと言ったら4、5、ド、4、5、ドですね。で、これを、つなげると。こんな感じです。これが2小節目です。1小節目ができた人は多分2小節目もそんな難しくなくできると思うので、とりあえずここまで第3ステップかとしましょう。第3ステップ。で、その次3小節目。割とシンプルです。1小節目にやった、ドレツレツツ、ドレツレツツ。これを普通にもう弾きます。ドレツレツツ、ドレツレツツ。さっきやったドレツレツツを2回丸々弾きます。ドレズレズズ、ドレズレズズ。そしたら人差し指でこの4弦と5弦の3フレットを同時に弾いて、33鳴らしましょう。で、33鳴らしたら中指で4弦の4フレットをハマリング。で、薬指で5フレットに持っていって、もう一回弾きます。弾く、ハマリング、弾く。これが3小節目。こんな感じです。3小節目めっちゃ簡単ですね。そんな感じでございます。で、ラスト、4小節目でございます。4小節目もですね、またこの、ドレズレズツドレ。まあ、ほぼ繰り返しなんですよ。ドレズレズツドレです。ドレズレズツドレ。まあ、3小節目のさっきともほぼ一緒ですね。ドレズレズツドレ。ドレで終わると。ドレズレズツドレだけ。ドレズレズツドレだけ弾く。で、その次3小節目、4小節目で。こんなフレーズを弾きます。人差し指で6弦の3、中指で4、薬指で5、3、4、5、ダウン、アップ、ダウンで弾きましょう。ダウン、アップ、ダウン。で、4弦の3フレットをアップピッキング。で、ちょっと軽く空ピッキング入れて、ブラッシングとか空振りでもどっちもいいです。ドーで、アップで予言の5フレットを弾きます。3、4、5、カッ。で、最後は6弦の解放、ズズで締めくくりです。つなげると、これで4小節が完成という感じでございます。どうでしょうか。ちょっと1小節目からゆっくり、通して弾いてみますね。2回、4回くらい弾いてみます。いきます。ワン、ツー、スリー。こんな感じのフレーズでございます。いかがでしょうか。で、このパターンがなんとなくその染みついてきたらですね、ブリッジメイドのこのコントロールをしていきたいところなんですよ。ここがね、めちゃくちゃ難しい。すごく悪くやりますよ。すごくかっこ悪くやります。悪い例、これ。一応フレーズは同じなんですけども、なんかすごいこのかっこよさがすごい皆無な感じがしませんか。基本的にこのね、6弦の解放はね、ブリッジメイドをするんですけども、その細かくね、そのメリハリをこのつけていくことが大事なんですね。ちょっと一つ、練習したいのがこれ。わかりますでしょうか。3つずつダウンでこのオープンの音でアップから2つブリッジメイドをするとジャーツーツで、その次ジャーツーツーをひたすら繰り返していきたいんですけども、アップとダウンが逆になるんですよね。ジャーツーツージャーツーツーそのジャツツ、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 そのジャの部分が6弦解放度をやりづらければ5弦5フレットでもいいです。レ。レ。こんな感じでこうね、6弦の解放はしっかりこのブリッジメイトしながら5弦の5フレットはちゃんとバンと出すと。じゃーん！このコントロールがすごく大事になってきます。ちょっと一小節目からやってみましょうか。まず最初に、これですよね。6弦の解放は、じゃで、このデレレに関しては軽くブリッジメイドをかけると、あまり明らかにするんじゃなくて、ちょっとこうタイトめに。で、その次、このデロ。デロに関してははっきり出します。デロツ、ダラも、ドレに関してもはっきり出すと。若干この5弦の3フレットをオープン目に鳴らすと、で3小節目をこれははっきり出しますよね。で4小節目若干このブリッジの時見て、このね、予言のが際立つように弾いていくと、そんな感じなわけでございます。ゆっくりやってみると、こんな感じになるわけでございます。まあね、意外とそのテンポも111だっけかな。ね、そんなにこの速いわけじゃないんですけどね、ゆっくりでもないんですよね。そのテンポの中でこうやってね、ブリッジミートのことをちゃんとこうコントロールしたりとか、ピッキングをコントロールしたりとかするのね、ちゃんとやるとするとね、意外と難しいのになると思うんですよ。けどね、それらを乗り越えてね、そのかっこよくこのフレーズが弾けるようになると、かなりブリッジミート力が上がってですね、まあ言ってみればその、すごい簡単なシンプルな曲でもね、めちゃくちゃかっこよく弾けるようになると思いますので、よかったら練習していただけたら幸いでございます。ということでございました。そんなわけで今回はですね、エクストリームのシニカルという曲のリフの部分を練習してみましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、なかなか簡単にすぐにはできないと思うんですけどもね、そこを頑張って乗り越えて上手になると上手くなるというわけでございますよ。頑張って乗り越えてくださいませ。もう最初はできないのが当然ですから、これから乗り越えるところでございます。頑張ろうぜみたいな感じで、ウキウキみたいな感じでやっていただけたら嬉しく思います。では、そんな感じで終わりにさせていただきましょう。わかんないところはね、繰り返し何度も、動画を見て確認をしてみてください。概要欄の方にね、一応一通り弾いてる動画も載っけておきますので、もしよければそちらの方もチェックしていただいて、で、もしよければ、本家の方のエクストリームのね、シニカルの方、まあ、音源聞いたり、ライブの映像見たりとかしてね、チェックしていただけたら嬉しく思います。すっごいかっこいいので、よろしくお願いします。はい。じゃあそんな感じで今回の動画も終わりにさせていただきましょう。また違うところでお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。頑張ってね。じゃあね。さよなら。ははははははは。